岡野光吉2月5日体は、日本の銀行家。駿河銀行頭取、会長を歴任した、静岡県出身。駿河銀行創業家に生まれ、曽祖,祖父である岡野北郎は、同行初代、頭取、父は、同行第三代頭取を務めた、岡野喜一郎。2016年7月に死去した実弟である岡野喜之助は、 同行副社長兼 COO を務めた。経大卒業後、富士銀勤務を経て入校。1985年当時には、地銀業界で最年少となる40歳で、トップに就任。個人向けリテール業務への推進に舵を切り、頭取りの故障を社長に変えた。2016年6月、世代交代を鮮明にし、若返りを図るため会長に退いたが、 今後も経営を支えていくとしていた。2018年9月7日、シェアハウスオーナーへの融資に橋を発する、不正融資問題の調査において、最も責任が重いと、第三者委員会の報告書において指摘されたことを、受けて、代表取締役会長 CEO を、隕石辞任をした。また岡野は、駿河銀行系の一般財団法人である、ベルナールビューフェ美術館、 駿河小学財団、井上康文学館、静岡県サッカー協会、企業経営研究所で、理事長や理事、代表、評議員を務めていたが、2019年5月17日に、開催されたそれぞれの理事会で辞任が承認された。2013年度役員報酬1億9400万。2014年度役員報酬1億9200万円。 2015年度役員報酬1億9200万円。2016年度役員報酬1億9200万円。2018年3月期の報酬は1億9700万円。2018年11月、駿河銀行より、上記不正融資で多額の損失を招いたとして、元社長の米山昭弘らと連帯して、総額35億円を支払うよう求める。 損害請求訴訟を提起される。強罰地方豪族のネットワークハットエビー、駿河銀株主総会、自殺者も出たのに、会長が、公の場で謝罪してない、大炎上の内幕。弁護士、ドットコム。 https://www.bengo4.com スラッシュインターネットスラッシュ n81282018 年7月4日閲覧数字で会社を読む駿河銀行独自モデルで公衆益住宅ローンに注力し異端児路線を邁進 週刊ダイヤモンド2013年10月18日、エーベックス、松浦社長の報酬4億、2億以上も続出1億、以上の役員が勝者と証券で増加。ビジネスジャーナル。 http コロンスラッシュスラッシュ biz ダッシュ j o u r n n l dot j p スラッシュ2014スラッシュ07スラッシュポスト5456 html 2015年9月24日閲覧駿河銀社長交代50歳の新社長強みかす静岡新聞 http://www.at-s.com スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ静岡スラッシュ253787 HTML2016 年6月26日閲覧。駿河銀、31年ぶりトップ交代一族経営、ダッシュ若返り。日本経済新聞。http:www. 日経、ドット アーティクル、やるぞ0 3 9 8 6 3 5零 t 2 0 c 1 6 a 6リットル6万10002016年7月15日、閲覧。駿河銀行30年以上トップに君臨、岡野会長の姿なく、毎日新聞2018年9月7日、駿河銀経営、創業家から脱却へ120年余りの歴史、転換点。静岡新聞。 http://www.at-s.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュソーシャルスラッシュ静岡スラッシュ 538187.html2018 年9月9日閲覧創業家の役員辞任するガギン K4 財団事業継続静岡新聞 https://www.at-s.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ静岡スラッシュ 634918.html2019 年6月5日閲覧駿河銀、旧経営人ら9人を、低素35億円賠償請求日本経済、新聞2018年11月12日駿河銀、 創業家の前 CEO ら訴える。信用しッつい朝日新聞2018年11月12日。ありがとうございます。